ビゼム対アザコジプレッシャー PK 対決。来ました、久しぶりにアザコジと対決なんです。コージロ君がこれ持ち込み企画です。コージロ君に今日何だったらリゼム倒せますか、何自信ありますかって言ったらプレッシャー PK 対決って言ってたんで、なんかバスケでね、プレッシャー PK 対決どういう感じなんですか。いや、バスケット最近盛り上がってるじゃないですか、はいはいはい、あれでやっぱフリースローの裏で観客がめちゃくちゃ邪魔するんですよ。ああ、見たことある。煽るんですか。ルール的に OK だったんですか。ルール的に OK。 OK なんですよ。 PK の方ではやっぱ技術とかくぐり抜けてきた回数が違うと思うんですけど、ヤジの方だったら俺らそれ上回れるんじゃねえかって。ヤジってメンタルを潰すか。そうそうそう、気を散らすっていう。それで今日はちょっとリゼも倒しに来ました。弱っ。今回キーパー上村選手。お願いします。結構 PK 職人なんで、うん、そう彼は。結構止めるんで。止めるよ。PK 自信あるんですか、逆に。PK の方は自信は？俺はあるあるある。だってこうやって来てんねん。だからコージローとか全部左やで。あ、言うな言うな。みなずの時は自信なくすけど。普通の PK は普段は。普段もプレッシャー PK 対決は強い。得意、大得意。D2 の対決なんで、はい、PK って普通5本だけど、じゃあ4本制にして、はい、でそっからサドンですよ。5本目からいいです。5本目からもサドンです。おやつ。てかプレッシャーかけんでも外すよね。まあじゃあアザコジ、アザコジ勝ったらご褒美あげます。わあです。これはオッケー。はい。それぐらい余裕だもん。余裕だな。俺らが勝ったら。俺ら何もいらないもん。いやいや、勝って当然みたいなところあるから。圧倒的な余裕。圧倒的に猛者だから。はい。言い返せよ。言い返せよなんかお前。それでは行きましょう。セガカロジャイアンパーセガーゴーゴー。何やそれ、音の方がいいなって下品なことは言わないでね。アピールやるから。おーい、始まった始まった。最近入った案件動画の脱毛のやつ嫁に言ってないらしいな。言うな言うな言うな、こんなボール持ってきやがら。これは使います。使えな使えな。まず行くよ。あいつはやじり方分かってねえから、うん、全然プレッシャー感じねえわ。おーいおーいこれ結構おもろい。何往復したんやのれんが。おーい、のれんがいけるぞ。いやっ、おーいしっかり決めてくる。しっかり決めてくる。ちょっと初めてだな、この感覚は。ちょっとおもろいな。リゼブシゲのチャレンジ。ヤジなさすぎんか。ヤジだよ。あーチキ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 こっちチキ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 イエーイ、何してんだよ。いっためちゃくちゃやじられて。うわ、やじなんかプレッシャーね。やじが見たくなってきます。どう決めた。俺はそんなスキャンダラスに、ね、スキャンダラス言うな。動きでやられる可能性もあるから、ね、おーい、ゲームでライン聞いたの知ってんだぞ。おい言うな。それはやめろ。やめて、それダメ、それダメ。リーダーが来たぞ。決めた、バフォース。ナイスナイスナイス。くそ、あいつあれ。やばい、これもう止めたらほぼ勝利近づいてくるっすよ、これ外させたら。いや、これはちょっとね、藤井選手、ね、持ってるっすか、持ってるっすか。ネタ僕らに入ってきてますんで。ネタ、あ、はい、あ、ネタ入ってます、はい、よし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 。動きでくるか、言葉で利用してくるか、リゼムの坂よ。マムシばっか飲んでんじゃないよ。うまい、うまい。よしよしよし、勝てるぞ。だって絶対つなぐわ。おいおいおい、沖縄に行った時によ、何笑ってんだよ。おい、何笑ってんだよ。そうですよ。バーカ。おいおい、
い行くんだよ。行きまーす。おい。すげえ。うわあ、うまい。よし、これはもう勝ったぞ。ついに朝子がリズムを倒すんだ。やばいな、これは。伸ばすハーレイ。しげちゃんよ。こっちはきついだ、かわいい子があさってんじゃないよ。あさってみるよ。俺だけついてないんだよ。なんかのあれだな。あちょっちょっとこっち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 おー決めるサス決めるかあちょっちが決めればあちょっと勝利勝利やっとか俺はこうかついに来たぞ倒せる取り合わせる時が来たわ見ててくれみんないや、行くなよ。警官隊、噂流れてんぞ。両方だよ、両方。おい、いいぞ、いいね、タラダ。何があるんだよ。ルアーズから帰れないとき、ラブホに泊まんじゃねえぞ。やめろ。帰れ。せめてビジネスホテルに泊まれ、お前一人でラブホはねえだろ。ピース。何してんだ、お前一人で。ガッ。一人でラブはねえだろピーッ何してんだお前一人でうわぁセッション何やってんだよお前むちゃくちゃチャンスやったじゃねえかよ今あいつらだるいわ本当にも動揺してんじゃねえよもうセグだけどなおい藤井選手よいいだろもう嫁の美顔器わかんねえおい嫁の美顔器ゴージュのだつけてからよだれついてるってクレーム入ったわこっちによごめんよ嫁さんゴー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 あぶねえ一番弱いやつやったこれ後ろの方が疲れるやばいぞ今血管もうやばいおい2本連続こっちってことは次こっちと見せかけてこっちだろどうせ同じコースやろおいオルジ頭の中こんがらがってんじゃないのってんだぞ酒飲みすぎてプロで漏らしたことこっち不利な企画だったなおいつまらせんじゃねえよ奥さん泣いてたぞおいお前悪いなおいゴーゴーおいおいどっちゴーゴーおいドルジシゲ外せばあざこじ勝利ネタがありませんネタがじゃあもう邪魔するだけじゃあ入りますおいしげっけなんだよ闇の遊戯ゲームってなんだ闇の遊戯ゲームって俺の強いゲームだようまくいなったなおいあーめっちゃ立っちゃうあーめっちゃ立っちゃうあーこれ終わらんけおい、後ろのネタだんだん薄なっとるぞ、おい終わらせよ終わらせよって、お前もくん俺が決めればいいんだえ逆に寂しいお前、社員ガチで好きになんなよおいいいやろ、恋愛だからおいそやけどどうなのおいやめどうなのうわ危ないでえ、動揺した動揺した泣かず問わずですいい人を、待ってます彼女募集中だそうですこれ止めたら勝ちだ止めたら勝ちこれ終わったらルール追加できます全力でもう邪魔しようもうネタないっすかありますえまだあんのはい、藤井選手の弱点あるんだあああ
くそー、俺が開けなかったな。俺の全力よし、パン一ブリーチャー、はい、してください。炎上するぞ、炎上する状況でケロ。はい、何個あんねん俺。それがパンチバレンカ、パンチバレンカ、パンチでやるバレンカ、パンチバレンカ、パンチバレンカ。うまっ、おーすげー、時間よりすごいことやってるけど、どうし頑張れ。おい、しげも、お前今のこせるか、おーい今のこせるか。お前はこっち仲間だ。決めて終わりじゃつまんねえだろ、しげ。終わらねえよ、決めたら。ピーッとんねえから。なんだ、うわー、何やってんの。勝った、やっと、やっと倒せたな、リズムだ。おいおい、これあざこしは。ついに勝てる企画あったぞ。最後に関しては、あのヤジほぼゼロでした。シンプルに PK 外しました。ということで、あざこじ勝利です。ありがとうございます。ということで、これ後日プレゼント渡します。おー、ありがとうございます。マジで渡します。マジでありがとうございます、はい。これ良くないですよ、この機会さ。誰もハッピーにならないですからね。すみませんでした。誰もハッピーにならないからね。多分これっきりだと思います。動きだけでやるべきやな。何かやりましょうよ。プレッシャーイングランド式シュート対決できる。ああ、いいね、いいね。やりますな。はい、ということで、あずこちゃんも YouTube やってないで、もう大丈夫です。ありません、はい、ありません。あ、じゃあ、代わりにウッパの貼っといてください。ウッパの TikTok。 そうそう、出てる。ジュニアの Vlog もお願いします。ということで、この動画が良かったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。See ya! See ya!